マジでそのレベル。いや本当そんなレベルですよ。本当にもうこれは始まってる。あ始まってる。あ始まってる。イエーイ。未公開で使っちゃいますよ。本編と未公開ってもかかる。あオッケー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 。全然使っちゃいますよ。最高の自然です。いやいやいや。そう言ってもらえて、いやもう本当に光栄でございます。さあ、さあ、ちょっと飛んだ。飛んだ。嘘やろ。いや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 。なんかめちゃくちゃ考えたいんですよ。めちゃくちゃ考えてるんですけど、飛んだ。飛んだ、飛んじゃった。飛んじゃったみたいなんで、もうしばらくお待ちくださいねっつって。ありがとうございましたって、これだけのの。オープニングやオープニングから泣かなくてエンディングに入って何のコラボやねんみたいな。まあ今日はね、せっかくなんでということで何かあるということをお伺いしてるんですけども、なんかもう進行がレイヤルになっちゃった。レイヤルさんのメインチャンネル。ごめん今ちょっとあれ余計な話をした。いやいやいや、ごめん。原点にして頂点スククール第一弾をね、一緒に開封させていただきたいと思います。はい、開封しましょう。というわけでサムネを撮影しましょう。どんな感じでいきます。こんな感じか、まあその当たったとこを抜くかですね。あーうおーみたいな高まってるところ。なるほど。まあまああえてとりあえず1本目これ取っておいて、あとはなんかいい場面があったら切り抜く。まあ抜くいい感じでも、こんなもんこんな感じ。いい感じでも開けちゃったらなんかもうあれですもんね、サムネが取れなくなっちゃうんで。そうですね。ちょっとなかなか、あーまあなんか、まあ、いろんなパターン撮影しててもいいかもしれないけど。あーまあここでもこんな感じもありかもしれない。むしろ見えなくしちゃう。ありかもしれない。あこんなもありかもしれない。絶対これ使わなそう。使わなそうこれ。まあ開封してる様子も結構なんか回しっぱなしにしてるんですよ。ああ。ウェアハウス100個開封とかなんかやってるんですけど、切ってる最中もめっちゃ食べるんで、ああ。なんか回し続けるみたいな。まあそんなことやってるから3時間もかかるんですよ。懐かしいな。いやめちゃくちゃ懐かしい。めちゃくちゃ懐かしい。何年前よって話よ。それこそ4年前とか3年前。4年前じゃないですかね、これ。はじめさん、2016年とかだと思うんですよ。ちゃんと再販っていう。書いてる。さすがに初版ではないですね。初版だったら怖いっすよね。いつからも保持していたんだこの人みたいな感じなんですよ。この機会を待っていたなぐらい。もう予想していたこれが来るの。ハイパーアリアとか多分1万円とかしか入ってないですもんね。うん、だいぶシビアやったと思う。だいぶシビアですよね。後々になってきてかなりね、そうですよね。封入増えたからね。多分未公開でしか使わないけど。未公開。海ちゃんやったな。すごいぶっ壊れカードがまだこの頃はあったから。あーそうそうそう、海水着の海とか薪とかかな、あれが最後ぶっ壊れやったよ。あーそうなんですね。まだこの頃はもうなんかそんなになんかちょっとゲームサイドでガチで考えてない頃やから、あいやその効果強すぎみたいなのめっちゃあったからね。うわこれ本当にまさにコレクションとしてしかやってないんですよ。そうなんや。全然その遊び方が分からない。まあなんとなくはあるんですけど、うん、すごいねカードゲームでやった割と楽しいよこれは。あ、うん、これでスペシャル当たったら熱いですよね。本当に熱いめちゃくちゃ熱いですよね。いやもう行く先にはもうほら4人もやっていきましょうよ。ああそうですね。もう僕の動画投稿者力が試されてますからもうすでに。だって俺多分今まで開封動画めちゃくちゃやってきてるけど、はい、これまあてかめちゃくちゃってか、まあ、全然やってきてるけど、はい、俺いまだにドリーム地引きしたことないからね。あそうなんですか。実はそうそうそう、なんか要はそのまとめなんか友達やってる開封とかで友達がドリーム出したのは見たりするけど、俺自身出したことはない。もうその動画外とかも含めて、うん、ないないですね。あそうドリーム自力でドリームはないです。さすがに16ボックス開けてドリーム入ってなかった時は笑った。カードの封入とかじゃねえんだと思ってあそこちゃんとほんまに確率なんやと思って。すごいっすよね。そう考えるといやほんまにカートン買いしても当たらない。僕はまあ自分動画内でなんですけど、私一緒にこれ13段かな、ミューズのやつですかね。うん、ああ一回一回帰ってきたやつね、ミューズ。ナンバリングタイトルでミューズ帰ってきたやつ。それをまあ友達と一緒に開封した時に、もちろんドリーム当たる。うわー強い。ドリーム当たって、その上でその後に生配信やったんですよ。うんうん、でその時にもまあワンボックスもワンボックスあったんで、また我々3人とワンボックス開けたらそこにもドリーム入ってたんですよ。おかしくないですか？確率おかしい。そうなんですよ。もうなんだったらお店にその4ボックスしかなかったんですよ。うん、4ボックスしかなくて、まあ、全部購入して。
そのうちの2ボックスにドリーム入ってる。本当に確率なんだな。ほんまにほんまに確率やと思ったら、それも俺もみんなで開封してる時、あの1ボックスから2枚ドリーム出たからね。これエラーちゃうんって友達と言うて封入率これ大丈夫みたいなドリーム出てわーって高まってる友達の手元からまたドリーム出るっていう、いや意味がわからん意味がわからんっつって何それみたいなってことはやっぱ確率なんかなっていう。なるほど、そもそもなんですよね。はい、こんな感じになっております。いや素晴らしい、ね、素晴らしい。いや第一弾ならではのこの高まりといいますか。でもやっぱり当時驚いたのはすごいね、この光り方の質ですよね、はい、カードの質。あーなるほどなるほど。そうこれ結構いろんなカードゲーム見てきたけど、なんかなかなか珍しい光り方してるんですよね。そうですね、なんかでも遊戯王のなんか、うんうんうん、まあ遊戯王の話しちゃうとあれだけどさ、いや言いたいことわかる。レリーフとか、うんうん、こんな感じではありますよね一応。そうそうそう、だって全面が光ってるもんね。そうですね、なかなかだからさ、めちゃくちゃ綺麗って思ったのよね当時。はい、すごいこの光り方がね独特やなって、このカードゲームは。さらに2段3段で言うとももっと光り方がなんかレベルアップしていて、こんな光らせ方もできるのかみたいな。そうそうそうやるやんけってなりますね当時はね。はい、じゃあこちらありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録ビビ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 ビオッケーな今の感じ。オッケーオッケーオッケーな、マジでオッケーな。むしろ最高の締め方。ああよかった。オッケーなんだ。はい。じゃあ本当にありがとうございます。ああもうありがとうございます。ありがとうございます。もうこちらも楽しかったです。すんごい楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったです。あいります？あいやいやいやいいですいいですいいです。いやもう今日記念に記念に。記念に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 どうぞどうぞ。ありがとうございます。あの家で開けたっていう。いやそうです。もうそれでね、それで持っといていただいたら。額縁に飾れます。あ、なんだったらサインいただけます。回ってるもんな、動画。いや、いい、絶対いいですね。いいですか。いや、そんなん、いや、もう、何の歌詞もならんもん。いや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 。それ、ここでいいですか、じゃあ。あ、OK です。スリーブに入った状態でサインとカヨチンを楽しめるっていう、いいコレクションにならなくなっちゃうけど。もう全然ないです。いや、もうむしろ、むしろ最高のコレクションだと思う。むしろ最高のコレクションですよ。カードに直接いただけるなんて。じゃあ、書かせていただきます。あ、でも、ぜひぜひ乾かしてもらって、ありがとうございます。いやもう本当にみんな見てこれもうサインいただけたよ。もうやばいやばい、大したもんじゃねえ、大したもんじゃねえ。こっちの方にサインいただけて、さらにスリーブにもねいただいたんで、こう入れた時にもちゃんとねサインが見えるようになるっていう。いや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 、もう本当にありがとうございます。もう過保にします。いやもうほんまにただのなんか普通に視聴者さんなんやなっていうなんか嬉しさがある。すごいファンなんで、ファンなんで本当に。いや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 、なんだろう、すごいこっぱ恥ずかしい。いやいやいや、堂々とする。いや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 、本当にそれだけの方。よかったよかった。いやもうありがとうございます。いやー最高だった。いやいやいや最高だったし、もう現在進行形で最高です。